すごいね、自然の力でこんなに綺麗になるのね。行きましょう。今日北海道一早起き。おい、そこまでだぞ。わあ、すごい。紅葉が本当だ、綺麗。湯本白金温泉ホテル、楽しみ。行きましょう。こんばんは。今から行ってもだいぶ暗くて見えないんですけども。あ、そうなんですか。ライトアップとかってない。どうしても見たいんであればですね、歩いて見に行ってもいいですよ。あ、そうなんですね。なんかライトアップしてるかと思って。いや、ライトアップは11月からなんですよ。そうなんですか。どうじゃ、いいか。やめとくか。ありがとうございます。すいません。はい、すいません。そうなんだ。何も言えないけど。優しい。優しいね。でもお金取るのを忍びないって感じなんだね。すいません。わざわざ歩かせてしまった。じゃあもう行くか、じゃあ、道の駅。青池リベンジ。結局雨っていう。でも雨でも青いらしいよ。うん。成分的な問題らしいんだよね、青池リンは。ありがとう。じゃあ、芋けんぴプレゼント。ありがとう。めっちゃ食ってんな。あ、すごい、見えてきた。なんか不思議な色してる。ねえ。エメラルドグリーンって感じに見えるの。うんうん、青い、奥の方は青いよ。おお、すごい。いや、なんかこの白樺の木がいいね、また。うん、おしゃれ。青い。本当だ、本当に青い。ミルキー、ミルキーブルーじゃん。うんうんうん。わあ、すごーい。綺麗。おお、本当にブルーだった。思ったよりブルーだったよ。すごいね、自然の力でこんなに、ね、こんなに綺麗になるのね。すごい。あ、すごい、この辺色濃いよ。うん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 。濃い。場所によるね。うん。深い方が青く見えるのかな。わ、すごい。綺麗。紅葉との相性がすごいね。反射をしてて、高さ白樺だね。ね、あれ白樺なのかな。白樺。ラップ来たかった。来たかった。11月からなのね。昨日のおじさんが教えてくれたけど、駐車場の。うん、雪化粧の中でのライトアップとかめっちゃ綺麗そう。青い池が青く見える理由だって。お、へえ、不思議。あれ逆側なのかな、白ひげ。そう、みんな触りすぎです。見えません。滝も行ってみる。行ってみよう。滝らへんも青いのかな。でもなんかちょっと青く見ない、この辺。確かに青そう。青そうじゃん。みんな勉強熱心。私たちが人集めちゃってた。青く見える理由だって。じゃあ宣伝したい。売店行きたいね。売店行きたい。ああ、みかんを、あのフロントのところ置きました。ありがとうございます。甘いかどうかわかんないけど、あの早いみかんだから。すいません、芋けんぴ早速食べて美味しかったです。お腹ペコペコだったので、もうバリバリ食べて、なんか駐車場からここまでの道で半分ぐらい食べてて、隣でめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。みかん
長崎のやつ。ありがとうございます。がいただいちゃいました。嬉しい。なんかいっぱい食べちゃって。ね。じゃあ白ひげの滝に行きましょう。ありがとうございました。綺麗でした。綺麗でした。良かったです。昨日だったら何も見えなかったから。綺麗に見えた。上手。北海道結構チャラい、こういうところのおじさん多い気がするんだけど。嘘、チャラい今だと。チャラいじゃないな。なんか昔チャラかったのかなみたいな。チャラ表示みたいな。青い。すごい。何あの青、自然界で見たことない青ね。あっちの方が青くなっていってるよ、青い池に行く方が。あ、ほんとだ。この辺の川も全部青いじゃん。満足。青かったね。ねえ、もうこっから青かったね、うん、青い池だけじゃなくて青い川だったね、この辺。今日はお友達のカテキューさんが来てます。イエーイ。こんにちは。どうですか北海道。めちゃくちゃ寒いですね。みんな行くぞ。イエーイ。なんか違う番組になってきた。みんなが食べてる青いアイスクリームだ。本当だ。建物かわいいね。うん、教会みたい。よし、行きましょう。レッツゴーレッツゴー。なんか女子が3人も楽しいね。有名なハンバーガーをね、用意しましたので、食べながら進んでいきましょう。いただきます。いただきます。わお。いい絵だ。ね、ジューシー。うん。うん。美味しい。うん。やばい、肉感がすごい。うん。ちょっとあっという間にお別れの時間がやってきました。寂しい。寂しい。あっという間ですね。すごい楽しかったです。楽しかったですか。うんうんうん、ちょっと待って。どこ撮ってんの。足撮って。いっぱい写真撮って、動画も撮って、いっぱい喋って。はい、お気をつけて。お気をつけます。バイバーイ。サラサラバイバーイ。バイバーイ。どこ行くの。元気。行ってみましょう。あ、ミッケー。ミッケー。あれ、ケンとメリーかな。あー、なるほどね。まだ行ってないけど。やった。うん、あ、道の駅。人を。恐ろしいんだ。顔出しただけでめっちゃ寒いじゃん。あーやばい、床が冷たい。やばい。初めてあのモフモフのスリッパが活躍してるわ。よし、朝日岳向かいましょう。行きましょう。今日北海道一早起きだね。ちゃんと観光しに行く日として。そうだね。朝日撮った日二度寝したもんね。そう、めっちゃ楽しみ、うん、なんか札幌に住んでるおばさんが、うんうん、なんか昨日初雪だったから雪景色でめっちゃ綺麗になってるみたいですって言ってた。嬉しい。雪積もってる。溶けてない。こんにちは。こんにちは。ロッペ乗り場に行こう。行こう。さっき見えたよね、そこから。あ、嘘、見てなかった。それ往復だよね。ですよね。ですよね。まあ確かに、うん、ね、そうだね。こんなにするとは。20分に1本。
結構あるね。あるね。国の理名らしいから。はい。君一度あるんだけど。あるっぽい。本当かな。一度あるのかな。標定価間違いないって言ってたよね。ね。10分なのかな、所要時間。ああ、そうみたい。大きい。動き始めた。早いね、乗ってすぐだったね。おお。滑らかな動き。綺麗。秋から冬に入ったね。ありがとうございました。どうぞ待ってください。寒い。寒いね。冷たい空気。姿見駅到着。やっぱりちょっと靴見せたな。なんか溶けててさ、水分多そうだね。やばい、せっかく昨日洗ったのに。なんか汚れてた。革靴借りる。借りたい。300円で長靴を借りてます。あ、安心安心。OK、お待たせしました。イエーイ。完璧です。完璧です。いいですね。はい。はい。作業スタイルで行きましょう。行きましょう。真っ白。スノボしに来たのかなって感じだね。あそこの山頂も登れるんだね、一応。でもなんか近く見えて遠いんだろうな。じゃあ行きますか。行きましょう。歩きましょう。うわーね、池が凍ってる。スケートできそうだね。乗りたいけど、すぐ割れるんだろうな。表面だけだ、なんだろうな。すごい怒られるんだろうな。なんで降りたんですか。やだ、32歳にもなって本気で怒られる。スケートしたくて。こことか誰も踏んでないよ。あ、新瀬戸踏むま。踏むま。私の足跡。これです。おい、32歳。おい、そこまでだぞ。最高。誰も踏んでないとこ踏む。新設最高。音が好き。ね、わかるわかる。やばい、1キロ歩くのにこんなとこで体力を。やばいやばいやばい。まだ10メーターぐらいしか進んでない。10月にこんなとこ通ると思うんだ。本当だよね。10月って言ったら東京はまださ、なんなら半袖よ。だよね。枝の先っちょだけ雪が積もってて可愛い。あったかい。あったかいね。全然汗かいちゃいそう。眩しいね、そして。だよね。うん、なんか白がもう全部レフ板みたいになってる。日焼けしそう。うん。もしかしてここ第一展望台かな。来たか。おお。すごい。下界は普通に山や。ねえ。別世界いたらね。ね。綺麗。あの湯気みたいなの何？ね。なんだろう。温泉で湧いてんの？湧いてんのかもね。湧いてんのかも。おお。すごい。すり鉢池だこれ。この辺の池は凍らないのかな？凍ってないね。うん。もっともっと寒くならないと困るな。綺麗に伝わってか。第3展望台、第2どこあったんだ。かわいい。作りたくなるね。なんか自分のさ、雪を踏む音しか聞こえなくならない。麦麦。姿見の池まであと600メートル。おー、鏡池っていうのはここだ。ほう。あー、すごい。鏡がいっぱい映ってる。本当だ、穏やかだな。うわぁ、綺麗。なかなか険しいです。筋肉痛きそうじゃない。なんかやってる人いる。
満足か？誰も作ってる人いた。うわ、急階段ってそれかな。今んとこ急ってほどでもないけど。え、その岩？あ、岩ではない。よかった。岩越えを求められるのかと思った。これを登るのかと思いました、私。すごい。さっきの池。急階段じゃん。ね、一歩がね、高い。本当だ。さっき見たすり鉢池と鏡池を夫婦池って言ってるらしい、合わせて。ここから見ると夫婦みたいです。本当だ、しかもハートに見える右側。本当だ。まだまだあります、行きましょう。お、ライオン展望台来ました。来た、うん、だんだん雪が濃くなってる気がする。ライオン展望台到着。橋閉じてください。橋たないです。どこまで行くんだ私たちは。軽く汗ばんでるじゃん、おでこ。アッパ社長の帽子が熱い。めっちゃ汗かいてる。ね、軽くじゃなかった。めっちゃ汗かいてる。暑い。引き山といえど歩くと暑いね。やっぱマスクで苦しい。ね、でも歩いてないとさ、すぐ体温持ってかれそう。確かに確かに。めっちゃ寒い。よし。レッツゴー。レッツゴー。気合入れてくよ。行くぞ。いやでも本当天気良くてよかった。あーちーあーちー日焼け的には帽子欲しそうだね。あんなにふさふさついてなければ被るのに。姿見の池はだって。おー、まだ300もあんのか。ちょっと着込みすぎてるわ今。あーちー、硫黄の匂いがする。本当だ、やっぱ温泉なのかな。うん、一応奈良臭い。あれ、チモ、チモした？なんか自分の奈良をごまかそうとしてる。後ろ歩く私にちょっと。こんなに酔ったらやばい。じゃあやっぱ温泉なんだあれ。すごい。白玉の池のあと100m とか。おー、すごい。なんならこれだよね、姿見の池自身。これ？これか。これかも。でかい池だ。すごい。本当だ、これだ。写真で見たことある。おお。すごい、すごい。下に映ってる。穏やかだね。ああ、臭い。臭い。すごい。綺麗。めっちゃ綺麗だね。行ってみるか、展望台まで。行こう。すごくない？すごすぎ。通りましたわ。うわー、すーごい。高さ朝日だけど。最後の展望台。すごい。180度。180度？全然見えてないけど大丈夫。180度取れた？取れた。180度。よかったよかった。もうほんと格好悪すぎる。ちょっと好きなんだけど、ちょっと好き。いや来てよかった。3200円高って思ったけど、来てよかった。来てよかったね。じゃあ下界に帰るかい。頑張りましょう。下山だ。なんかお腹空いてきた。喉も渇いた。なんか美味しいもの食べよう。それ、そうしよう。あったかいもの。うん、暑いけど。じゃあ帰ります。帰ります。気をつけましょう。まだまだ気を抜かずに。はい。すごい近くに見えるじゃん、うん、駅まで1キロ。え、あれ1キロもあるの？泣いた。30分。やだやだ、もう帰る。おいしいもん食べるぞ下で。はい。お腹すいた。もうすでに筋肉痛来てるっぽくてさ。気のせい気のせい。帰ってきた。帰ってきたね。思ったより近かった。うん、やっぱ下りの方が早く感じた。うん、楽しかった。楽しかったね、いい運動だった。うん、本当に本当にね、疲れた。今日は温泉が気持ちいいんだろう。絶対に気持ちいいね。
お疲れ様です。またロープウェイに乗って帰りましょう。はい、ありがとう。芋餅と念願の芋餅。まさかね、朝日だけの上で食べるとは。本当だね。美味しい。美味しい。おやつにいいね。うん。協力いただいたこと、スマホストカードを入れて。にしよう。かわいい。野鳥たち。かわいい。生息してるやつか。私たちは、これでまずここまで上がってきて、その後、あれ？今、ま、ここだけ。ここだけ。うそやろ。え？ここだけ？ここだけ。やば。でも余裕でここまでは行ったと思ったんだけど。あれ、温泉とかあったかなと。まだまだ広い。すごいね。ありがとうございました。ありがとうございました。朝日だけ見る。行っちゃいましょう。やった。じゃあラスにいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー。オッケー。おとなしく泡立たずにいてください。なんか爆発したらなんかね。トマトカレーめっちゃ美味しそうだね。野菜が豪華。久しぶりにこの山盛りの野菜を食べる。わあ。高いうちいただきましょう。おいしい。これを求めてた。これは最高だ。絶対うまい。あしかも卵まで続きだ。うん、とろりとすごい。めちゃくちゃ美味しい。うん、うん、めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。最高にビタミンを取った。美味しかったね。美味しかった。本当に採れた野菜なのかな。滑り込みで入らせてもらえてよかったね。美味しかった本当に。